木陰、かわいそうなオラのうまい子よ。やつがいっぱい。うぜ！ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、竜院の力を利用するというのですか。いかに力を得るとて、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるな。私は、人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では。足が守れぬ。私は源一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬのです。あれから随分経つ。待ったとて無駄なことだ。
狼殿、よく参られました。死体はまだ分かりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私分かっ。ではご供養。その任務、この辺りで使うでないぞ。奴らいかに賢くとも、ひどいことはせぬものじゃ。お前さん、ではな、まっ、
は行軍正隆なり。
くよ。こんなところにも。ゆえんさ。死者が残る。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミ、それをどうやら。どうじゃ、セキロ。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。切ってさすれ。生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。だからこそ、さあ、もういい。ババが何を、あんた、そういう。さあ、ババが何を語、あん、そういう。
たとえ元気を得られる。あとは、迷惑を。一心の山、うん、して城の蛇谷の側。一心の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生ネズミよ。ああ、やはりお主には。よし、褒美じゃ、取っておけ。
アシナ流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立つ。